毎回、不幸な結末を迎えてきた韓国の元大統領たち。先日、元大統領イミョンバクージの有罪判決が確定し、収監が決定した。これにより韓国大統領経験者らは全員。1、暗殺自殺で死亡する。2、クーデターや革命や弾劾によって退任を余儀なくされる、その後に収監される、その後に亡命する。3、 人気満了の退任後、有罪となり逮捕収監されるか。四、退任前後、息子が有罪となり逮捕収監されるか。といった不幸な末路を歩むと言われている法則並みのジンクスが再確認された。それではなぜ、民主主義においても、社会経済面においても、先進国として成長した韓国においてこの様なことが繰り返されるのだろうか。 韓国の政権交代未は一般的な民主主義国家における政権交代とは言いむずい。むしろ儒教的な思想基盤を背景とした革命を引きずっているからではないかと考えられる。儒教思想では国家天下を治める勲章を、有徳者の中から天が選んで命を下して天使とするものの、天下国家を治める資格と能力を失った場合は、天が別の有徳者を選んで天命を下して新たな天使とする。 これを革命、命がかわまると呼んだのだ。そして新君主の新政治新政権にとって、自身らが道徳的存在たり得るために、また政権交代の正し統制を成り立たしめ得るがためにも、旧君主旧政権とは天命を失った反道徳的存在になるがゆえにその身内やかだましんとされた側近重心らごと粛清されるべき対象とされてしまう。 ちなみに1990年代初めにシンガポールのコリーク・クワン・ユーガン首相はフォーリン・アフェアーズ市場で、アジアの歴史や文化において、西洋型の自由民主主義や市場経済はアジアになじまず、アジア独自の国家体制やアジア型開発独裁が必要だとしたと主張した。これに韓国のコキム・デ・ジュンガン大統領は反論して、アジアにおいても天が君主を選ぶという政治文化があり、 この点の選択や意思とは民意と言い換えて解釈すべきこ、アジアでも普遍的な自由民主主義や市場経済が成立し得ると主張した。だがいわゆる欧米型の政権交代では憲法や法律が定めるルーティンワークに過ぎないものに対して、コリーガン首相の主張のごとく、韓国において政権交代とはどうしても伝統的な革命感を捨てきれてないのではないか。つまり法が定めるルーティンワークではなく、 政権交代とは反道徳的存在ゆえに出権したという感覚、そしてその感覚がゆえに、旧政権の大統領とその身内や政権関係者が粛清されるべき対象としか見えなくなってしまう感覚が根強く残っているのではないかということだ。またこの感覚は他国に対しても、特に関係の深い国に対しても同様に抱いてしまうようだ。先日の日本の政権交代を気に、 韓内閣との交渉に期待していたものの、安倍内閣と同じか、それ以上の対韓強硬政策なので失望したという韓国の政権与党の関係者のコメント、またメディアの論調が参見された。つまり反道徳的存在ゆえに出現した安倍政権の逆政策を選択することで、韓政権は道徳的存在たり得る、政権交代の正し統制を成り立たしめ得るという感覚が無意識的にあるのだ。 そして今日、トランプ政権からバイデン政権への政権交代をなしつつある米国に対しても同様の視点から、在韓米軍の費用負担問題をはじめとした様々な政策について、期待的な見通しを展開している。日本は、こうした韓国の政権交代感を踏まえた上で、日本とは極めて異質な考え方までを理解すべきである。その理解が足りない限り、 未来志向の日韓関係は作上の老閣に過ぎない実例をたった今、目撃しているからである。